はい、皆さんこんにちは。現在9時ですね。今日はちょっと釣りをしに来ました。天気いいですね。月が見えます。昨日の夜はまあ曇っていましたけども晴れましたね。このくらいで、これから海沿いの方に向かって少しだけ釣りをします。まあ釣れなかったらすぐ帰ります。車内ですが、私の車ほぼブラックです。でシートも汚れ防止のためにカバーつけてます。なので暑いですね。まあエアコンをつけながら走りますけども、なかなか冷えません。私だけかもしれませんが、夜ね運転するときこのステアリングのシルバーとかね、センターのシルバー、いろんなところがやっぱ気になるんですよね。視界に入ってくるというか、まあ、落ち着いて運転ができないのでこれ削ってます。まあ、スイッチ付きのスイッチカバーですけども、シルバーのところを削って下地のブラックを出して磨いてツヤを出してます。ここは塗ってます。あとダイヤルもね。でシフトノブも上部ね、ここ削ってます。で周りのレザー、まあ、シフトしてる間に破れてしまったのでこれ剥がして、今ねゴムの素材が出てます。あとここもシルバーでしたけども削って今ブラックになってます。ここもシルバーを削りましたけども、若干まあ作りが違くて、まあ、このように残りませんでしたね。周りもすべて半透明のグレーの仕様になってたので若干このように削れてます。 iPhone のマウントタックフォームです。まあその下のレールはボート用です。 iPhone ね、これ iPhone SE です。このようにつきます。これミンティアですけども、今のスマートフォン、まあ、iPhone でいうとこのくらいありますかね、幅なので、まあ挟むことはできます。食材を買う前に、まあ、途中で寝てしまったのであるもので朝食は作りました。まあ普通にご飯に、まあ、これカップスープの素混ぜて、あとベーコンと卵です。このフライパン結構いいですね。汚れが比較的落ちやすい。表面加工焼き付け塗装です。まあ一点難点を言うなら取っ手ね、これ熱くなると、ここだけなんとかしたいですね。まあパラコード巻いても溶けてしまうので皮を膜化して対策はしたい。まあ蓋の方はそんな気にしませんけども、こっちはね持つので熱いです。テーブルがあると非常に便利。まあカメラ等のガジェット置くこともできますし、もちろんね料理の台として活用できます。だいぶ長居してしまいましたけども、これで移動します。少しここで釣りをします。何が釣れるか分かりませんけども、そもそも釣れるか分からない。今日波穏やかですね。天気も良くて
絶好の釣り日和だとは思いますが、何がいるかわからない。カサゴとかいれば嬉しいんですが、とりあえずやってみます。カサゴ用の仕掛けをつけました。まずね、近場から攻めます。小さいですけど、なんか釣れましたね。結果釣れたのは2匹でした。先ほどの小さいのはリリースして、まあ、さらに大きいのが釣れたので、これは持って帰って素揚げにして食べます。どのぐらいかな、20センチぐらいですかね。これでざっと片付けて今日は帰ります。手をかけるフックにバンドを引っ掛けて竿を、まあ、支えていると。こういうバンド、まあ、単体で買ってきて、ゴムの紐を、まあ、ミシンで縫い付けてあるだけです。簡単です。現在2時過ぎですね。太陽が傾き始めたぐらいですね。気温はそんなに高くないです。暑くない。ディーゼルはやはりエンジン音が大きいですね。少しあの山が気になったのでちょっと止まりましたけども、綺麗ですね。岩山ですね。ほとんど登山を楽しめる山かどうかは分かりませんけども、また調べてみます。まだまだ登ったことない山たくさんあります。なので、まあ、夏はねあまり得意ではないので登らないですけども、秋になったらまた登山を楽しみます。最近は全然車洗ってないので途中洗車をして帰ります。今日はこれで終わりにします。次の動画でお会いしましょう。それではさよなら。また会おう。